東京オリンピックが開かれた1964年、一人の男がヒマラヤの小さな国に派遣されました。以来彼はその国の農業指導に獅子奮陣し、最高の人という称号を与えられます。真の国際協力とは何か。主人公はもちろん日本人。心にしみるいい話、ご覧ください。ヒマラヤ山脈の懐に抱かれた小国、ブータン王国。そこには古き良き時代の日本を思わせる生活がある。国民の大半は敬虔な仏教徒、純粋で優しく素朴な表情を見せる。第四代国王は胸を張ってこう宣言した。我が国は国民総生産量では他国に大きく劣るが、国民総幸福量においてはどこにも負けない。そんなブータンに幸せをもたらした男がいる。西岡啓治、59歳で亡くなるまでその半生をブータンでの農業指導に捧げた男。1960年代のブータンは鎖国に近い状態。ごく限られた国としか国交を持っていなかった。国民の9割は農業に従事していたが、ヒマラヤの険しい地形は豊かな収穫を阻んでいた。食事は主に赤米という米と肉。ブータンの人々には数種類の根菜を除き野菜を食べるという習慣があまりなかった。1964年、西岡は JICA の前身である海外技術協力事業団から農業指導の要請を受け、妻里子と一緒にブータン入りする。しかし日本から来た西岡は好意的に迎えられなかった。西岡に与えられた土地はわずか60坪。農業指導をするのは実習生として送り込まれた14、5歳の少年たち3人だけ。だが西岡は決してめげなかった。成果を上げれば自分の農業技術は受け入れられるはず。まず日本から持ってきた大根の種をまいた。大根は昼と夜の寒暖差が大きいほどよく育つ。ブータンの気候に合うと思われた。そして畝を作ってみせた。こうすれば根が伸びやすく大根はさらによく育つはず。西岡を間近で見てきた妻里子さんは、しろと言わないのでしてみせるんです。で結果が出るとやはりそれが自然に伝わりますのでね。そう、西岡は言葉で教えるのではなく自らやってみせたのだ。3ヶ月後に出来上がったのは、それまでブータンの人が見たこともない大きな大根。少年たちは驚き、そして歓喜した。その噂は瞬く間に村を走り抜ける。日本人がすごい大根を収穫したらしい。すると人々は皆種を分けてほしいと言ってきたのだ。そして西岡のもとにある人物が訪れる。1964年、ブータンで農業指導を始めた西岡啓治。西岡が栽培した大根はそれまでブータンの人が見たこともないほど大きかった。噂は瞬く間に村を走り抜け大評判となる。そしてある日、一人の男が西岡のもとへやってきてこう言った。この大根の種をくれないか。自分の畑で育ててみたい。その人物はなんと第三代ブータン国王。西岡の評判はついに国王の耳にも届いたのだ。国王は西岡にそれまでの土地の400倍という広大な農業試験場を与えた。
この試験場でブータンにはなかった白菜やキャベツ、人参を作っていった。また西岡は稲作にも取り組んだ。ブータンの稲作は苗と苗の間隔もバラバラで、作業効率がかなり悪かった。そこで日本では江戸時代から行われていたという並木植えを取り入れた。整然と植える並木植えは養分も均等に行き渡る。すると狙い通り、収穫量は今までの4割も増えたのだ。試験場にはブータン各地から農民が訪れ、西岡の農業技術は彼らによって国中に広まっていった。西岡がブータンに来て8年目の1972年、第3代国王が急逝、16歳の長男が第4代国王に即位した。この若き国王から西岡はある相談を持ちかけられる。それは忘れられた土地、シェムガン南部の開発。シェムガン南部はブータンの中でも最も貧しい地域。焼き畑農業が繰り返されたため、土地は荒れ果てていた。西岡の農業技術で救ってくれないか。わずか16歳で即位した国王の民を思う気持ちに打たれ、西岡は奮い立つ。妻子を日本に返し、シェムガン南部へと向かった。車で丸一日走り、険しい山道に入ってからは徒歩で4日ほど。ようやく現地に足を踏み入れた西岡は愕然とする。平地がほとんどなく、荒れた斜面ばかり。誰もが皆飢えていた。西岡はまず焼き畑をやめ、稲作に切り替えるよう説得した。村人との話し合いは800回にも及んだ。そして西岡の思いはついに村人たちを動かす。険しい斜面ばかりの土地に稲作用のスペースを切り開くことは容易ではなかったが、村人たちは力を合わせ開墾を始めた。開発にあたり西岡には信念があった。身の丈に合っていないと根付きはしない。水田の水は高架からコンクリートではなく、どこにでもある竹などを利用して引き込んだ。そうすることで延べ366本もの水路ができた。さらに農機具を運ぶための橋も村人が自分たちで作れるようにと、ワイヤーロープを使って吊り橋にした。村人は合計17本もの橋を作り上げた。また学校や診療所も開設。こうしてシェムガン南部で稲作が進められた結果、忘れられた土地は変わった。18万坪もの水田、稲穂がたわわに実った。村人の米はうまいなという言葉が西岡にとって何より嬉しかった。皆笑顔だった。西岡は農業指導とはこうあるべきだという。農業技術の援助っていうのは、技術の援助、技術を相手の農民の中に移し終えたか終えないかっていうことが問題じゃなくて、やっぱり農民の気持ちがどこまで変わったかと。で、農民の気持ちを変えることこそ必要なんで。1980年、国王は西岡に打匠の称号を授けた。打匠とはブータンでは最高の人を意味する。国王が外国人に打匠を与えたのは後にも先にも西岡ただ一人だ。さらに西岡はよりブータンの気候に合うよう
野菜の品種改良に取り組む。今までブータンにはなかったさまざまな野菜が市場に並ぶようになった。西岡の努力は実を結び、食料自給率は後に 86% にも達することになる。しかし1992年、西岡啓治は敗血症で急逝する。享年59。国王は国葬をもって西岡を送った。参列した人々3000人余り。それは実に立派で盛大な葬儀だった。西岡が亡くなる直前まで使っていた机に一通の電報が。あのシェムガンの村人からの電報だ。打鐘西岡、私たちはあなたを一生忘れません。あなたの献身的な働きがあったからこそ今の私たちがあるのです。西岡はどんな思いでこれを読んだのか。ブータンの農業を変えた西岡啓治をジャパンオールスターズに認定。